二人三脚はパートナーと息を合わせるのが大事な競技だけど。で、なんでムニちゃんのパートナーがリンクじゃなくてマホなのよなんでって、みんなで話し合って決まったんだから、しょうがないでしょうこれはちょっと参ったな。いや、そうね。 そりゃ、マフは足を引っ張られなきゃどんな競技でも大活躍だもんね。どうせ私は足でまといでしょうよ。そ、そんなことないってば、一緒に頑張ろうよ。なんとか無理にやる気になってもらわないと。かといって、下手にお立てでも嘘くさくなっちゃうよね。 無には、やればできることでもすぐに諦めて、最初から頑張ろうとしないとこあるよね。うん、何よ、それ。私と一緒にやるのがそんなに嫌なら、今からでも他の人に代わってもらえばいいじゃない。それじゃあ意味ないんだよ。私は本気になった無ニと、この競技に出たいんだから。私は、無にならできるって信じてる。 だからムニも私を信じて一緒に頑張ろうよな何よ熱くなっちゃって、うん、分かったわよそこまで言うならやってあげるよかった頑張って一緒に一夜を目指そうムニ1212 一、二、一、あああああい、たたたた。大丈夫モニー。怪我してないえ、平気よ尻餅ついただけだから、うん。さっきから転んでばっかりね。私たち。だね。ちょっと休憩しようか。何言ってるの あんたはライブの曲選びで忙しいし、その上応援練習だってあるんだから、時間ないでしょ休んでなんていられないわ。それに、一位を目指すってあんたが言ったんでしょこのムニちゃんが本気でやるからには、その言葉、冗談だったなんて言わせないわよ。負けん気はほんと、人並み以上なんだよね。私だったら苦手なことで、こんなに頑張れるかな。 うん何よ人の顔じろじろ見て。うんうん、なんでもないよ。ところでムニ前にやってたリズムゲーム、すっごい上手だったよね。まあね。ムニちゃんのハイスコアを超えられる人なんてなかなかいないでしょうね。って、なんで急にゲームの話になるのよ。練習しようって言ってるのに。 そうでもないよ。無には元からリズム感がいいってことだからさ。二人三脚も一緒じゃないかな。タイミングを合わせて足を前に出すのってリズムゲームに似てない言われてみればそうかもね。つまり、頭の中で音楽を流してリズムを取ればいいのか。早速やってみましょう うん、思った通りタイミングばっちりだへえ当然よこのむにちゃんにかかればやってやれないことなんてないんだから驚いたかしらそうでもないかな最初に言ったでしょムにはやればできるやつだってあい言うじゃないのそそれより練習続けるわよ 本番近いんだからねさていよいよ私たちの出番だね準備はいい無理うーんうんややっぱり私には無理危険するこんなの恥かくだけよだったらはじめっからやらないほうが。 大丈夫ムニはちゃんとやれるムニが頑張ったことを誰より知ってる私がそう信じてるマッ<ホ>だから、一緒に走ろううーんわ、わかったわよやってやろうじゃない ギブミオーサム,ーーサムーあっ真帆ちゃんとムニちゃんトップだよしスタートはバッチリ息もぴったり合ってるこのままリズムを崩さずトップを守り抜けば本当に1位を取れるかもあ<っ>サムあ<っ>サムーゴールまであと少しオーサムオーサム <laughs> やっぱりムニちゃんは本番に強いあっレイズムがえはあっいっとったムニ大丈夫 <laughs> 私は平気って早く立たなきゃあっそそんな私たち最下位 落ち着いて、ムニー。慌てるとまた転んじゃうから。ほら、手を貸して。もう走ったって意味ないじゃない。最下位なの,のは決まってるんだもの。それでも、最後まで頑張ろう。ね、ムニー。 私が調子に乗ってリズムを崩しちゃったから気にしてないよムニと一緒に走るの楽しかったしね私はそれで満足だよマホ<魔法> <laughs>、えー、勝ちたかったよああ、よしよしムニは本当に負けず嫌いだな 真帆と一緒に頑張ったから勝ちたかったのうー <laughs> そっか。次はきっと一緒に勝とうね。ああ、もう涙で顔ぐしゃぐしゃだよほら、顔拭いて。よしよし、頑張ったじゃん。うぅー真ちゃんとムニちゃん、仲良しさんだな。 ブシロードゲームズ